よし、テキサス州オースティンだ。ホームストレートを抜け、第一コーナーまで見事な上りを駆け上がる。ブレーキを踏んでコーナーに入り、頂点で二速に。立ち上がりはマシンが振られないように注意しろ。ここで一息入れて次に備える。この素晴らしい連続コーナーはシルバーストーンの孫つべけつのようだ。右に左に切り返していくが、できる限りマシンをストレートに保つようにする。第8コーナーへの上りに入り、コーナー中間からスピードを保ち、第9コーナーで加速。第10コーナーを下り、11コーナーへ向かう。右を見てブレーキマーカーを目安にする。 100m ボードで減速し1速まで落とす。タイトなコーナーなので、出口でトラクションを失わないように、うまく立ち上がってストレートにつなげることが重要だ。レースではここでインから攻めてもいい。そして第12コーナーに向かっていく。また右側のブレーキマーカーを利用してコーナーへ突入する。コーナーを慎重に立ち上がって、マシンを左に振り、第13、14の連続右コーナーで加速していく。マシンを右に振り、あえてコーナーの頂点を外して第15コーナーのクリッピングポイントを通る。今度は左に振って、素晴らしい連続右コーナーを加速していく。首にかなりの G がかかるだろう。マシンを右へ振って、次の左90度コーナーに突入。次の左コーナーまでできるだけスピードを乗せる。2速に入れて最終コーナーを立ち上がればホームストレート。あとはフィニッシュラインに飛び込むだけだ。